進、緊急事態だ。実はな、吉野が消えてしまった。いや、さっきまで居つかけて留守番をしていたはずなのだが、少し目を離した間に外に出てしまったようだ。家から出てしまうと位置を特定するのが難しくてね。すまないが、吉野を探してもらえるだろうか。ああ、よろしく頼むよ。私の方も探してみる。吉野は見つかったかね。すまない、気がつかなかった。もう少し気を配っておくべきだったな。君はどう思うね、シン。ああ、判断は任せる。では何かあったら連絡してくれ。ほらほらほら、シドウくん、ヨシノ寂しがってるよ。わかってる？
もし、シド君。そんなこと見ればわかると思うんだけど。もしかして、シド君ノープラン？案内してくれるって言ったよね。ねえ。
の世界のことをちゃんと勉強しようと思って、小鳥さんからビデオを借りたんです。もうお兄ちゃんってば。でもお兄ちゃんがどうしてもって言うなら、そうなんですか。やはー、これからいいところなのにここで寸止めはないよね、シドウくん。何ごちゃごちゃやってんのよ。アニメの方が見やすいでしょ。それに恋とか愛とか手っ取り早く教えるのにはこれ以上深い教材はないと思うけど。またまた冗談でしょ。指導は好きよね。でも、ヨシノもこの世界で普通に暮らしていかなきゃならないんだから、こういうのも理解しておく必要があるんじゃないかしら。何よ。ま、私も強要したいわけじゃないから、シドウの好きにしていいわよ。
絡できなくてごめんなさい。でも私だって好きでやってるんだから。そっか、私やっぱりお邪魔だったかな。仕方ないな、指導は。決めたら一直線なんだから。でも甘えてくれててもよかったのよ。ううん、なんでもないの。とりあえず洗い物手伝うね。手伝うのはありだよね。任せあれ。いえ、今日はそのヨシナンが。その言い草、ヨシノンがシドウ君と話をしたいと思っちゃいけないわけ？ヨシノン、何を話すの？それはね、内緒話さ。内緒話？そう、ヨシノンとヨシノが順番にシドウ君に内緒話をするのさ。それを言わせるの？シドウ君嫌だな、分かってるくせに。ここだけの話、二人だけの秘密ってね、お互いの関係を深めるのに効果があるんだって。嫌だな、シドウ君。今エッチな想像したでしょ。違うよ、もっとプラトニックな意味での関係だよ。ヨシノはもっとシドウ君と仲良くしたいよね。うん、シドウさんと仲良くなりたいです。内緒話で秘密を打ち明けるとね、仲良くなるのに効果があるらしいんだ。内緒話しましょう。はい、決まった。それじゃあ夜の内緒話大会開始。それじゃあまず最初はヨシノから。ヨシノは耳塞いでるね。私の秘密って、いえ話します。私の秘密はその人見知りって、知らない人が怖いです。街中でいますよね。あの声かけてくる人、
それです。あの声をかけられるのが怖くて、ティッシュを見ると逃げ出したくなっちゃうんです。だけどなんとかそれを克服しないと。はい、ん、終わった？終わったの？どうだった？ヨシノの秘密、興奮した？ヨシノの秘密尊重するからね。ありがとう、ヨシノ。イエス、その通り。それじゃあ今度はヨシノが耳を塞いでね。耳を…ヨシノがいるから片手じゃ塞げない。シドウ君といるとヨシノはどんどんいい方向に成長してるのがわかるよ。やっぱり大事な人がいるってことは心を大きく成長させるんだね。でもそう考えるとさ、ヨシノは考えちゃうこともあるんだ。ヨシノはヨシノにどんな影響を与えてるんだろうってね。ヨシノンはいつもヨシノのことを思ってやってきたんだ。でもヨシノンがヨシノのためにしてきたこと、本当にためになってたのかな。シドウ君、いざという時は頼んだよ、ヨシノのこと。もしも、もしもいざという時にヨシノンがヨシノのそばにいられなかったとしたら、ヨシノはきっと心細くて泣いちゃうと思うんだ。だからもしそんな時は、そんな時があったら、シドウ君がヨシノのことを慰めてあげてほしいんだ。はい、内緒話終わり。ヨシノも聞いて大丈夫だよ。何の話してたの？それを聞く？それを言っちゃおしまいじゃないかな。
お待たせしました。本日のメインイベント、それでは次はシドウくんの秘密をご開帳。シドウくんの内緒の話、ヨシノ聞きたいな。私も聞きたいです。とびっきりの恥ずかしい話ね。つまんなかったらやり直し。ダメ、ヨシノとヨシノの秘密聞くだけ聞いて自分は逃げるなんて、そんなのずるいよね。えヨシノ、ずるいです。オフコース、イエーイ、秘密秘密。わざとやってたらその程度で済ますわけないでしょ。通報されて今頃とっくに夜のワイドショーで時の人になってるわよ。親友の誰かさんがきっと引っ張りだこにされるでしょうね。これはシャレじゃなく、あいつはいつかやると思ってました。だから常々セクシャルビーストいつかと呼んでたくらいですから。でもまさか妹とそういうことになるとは、とか言われて。そうなりたくなかったらノックくらいしなさいよ。ゼニー氏だってもう少し感慨深く生きてるわよ。何を？心配されるようじゃ私も末期ね。私の体は大丈夫よ。問題は違う方。今日フラクシナスで結界を破れないか試してみたの。ラダトスク本部と連絡が取れないままじゃどのみち自利品になっていくのは目に見えてるから。でも結論から言うとそれは不可能だった。ええ、悔しいけどね。フラクシナスのベーシックリアライザとコントロールリアライザの生成する膨大な魔力をもってしてもダメ。最大出力のミストルティも歯が立たなかったし、力技ではどうにもならないわね。それだけじゃないわよ。あなたと違ってこっちは単細胞生物じゃないんだから。別にいいわよ。指導が変に器用で複雑な人間だったら逆に疲れそうだし。とにかく今のところどん詰まりには違いないわね。
ょっとして励ましてるつもり？もう少し気の利いたこと言えないのかしら。似合わないことしようとするからよ。でもありがとう。気持ちはもらっておくわ。ん？待って。ちょっと角度を変えて試してみれば。指導みたいに正面突破ばかりじゃダメってことよ。封印にはある程度そういう面も必要だけどね。今回の場合はダメでしょ。考えてみればここまで強力で範囲の広い結界を誰にも気づかれずに張るなんて不可能だわ。普通なら絶対探知される。だからこそよ。おそらくだけど何か仕掛けがあるわね。例えば結界を安定させる足場みたいなものがあって、作ってたものをそれに乗せたとか。だけどそれも見つからない以上は机上の空論に過ぎないわね。でも似たようなものは必ずあると思う。そうね。ま、何か不審なものを見つけたりしたら教えてちょうだい。でも逆に言えばできるのはそれくらいよ。少なくとも今のところはね。指導より優秀なエージェントが今まさに働いてくれてる最中なんだから。むしろそっちは私たちに任せて、指導は精霊たちの状態を落ち着けることに専念してちょうだい。何よ、嫌に素直じゃない？仮に足場があるとするならば、よほど強力な擬態をしているってことよ。あれもその一つね。だけどそんな表面的なものだったらブラックシナスで調べた時に引っかかってるはず。だから異物ということも認識できなくなっているのかもしれない。この世界に完全に溶け込んでいて、というよりむしろそのものになっていて、そこにあることが当然になってると考えるべきかしらね。さあ、知らないわよ。指導の足りない頭も遊ばせてないで考えなさい。それにしても結界を張ったやつは何が目的でこんなことしてるのかしら。そもそもどんな意味が。精霊をってこと？確かに可能性はあるわね。ええ、分かってるわよ。それじゃあ今日はもう休むわ。